皆さんどうもこんにちは。おしゃれ系 YouTuber をパクリスペクトしているカキさんです。以前レスポンス PC という YouTuber さんに、映像はとりあえず緑といい感じの光があればおしゃれっぽくなりますって言われたので、とりあえず娘に観葉植物を買ってきてもらいました。あ、映像と音声が合っていないですが、緑と光があるので多分大丈夫なはずです。冗談はさておき、本日はディープクールの提供で1台 PC を組んでいきます。って言っても実はこれ2度目の撮影なんですよね。先日 SSD が故障して撮影データが飛んでしまい、普段なら投稿が終わるまで撮影データをカメラから消去はしないんですが、この時に限ってスマホの容量不足で消してしまったんですよね。そしてさらにインフルエンザにかかるというダブルパンチ、無になって分解して箱に戻すところからスタートしました。って関係ない話ばっかりだとあれなんで、真面目に内容を見ていきましょうか。今回はモルフェウスというケースを組み立てているのですが、このケース、最初から連結された 420mm ファンがついているんですよね。それを今フロントに付け替えをしています。今回はボトム、リア、サイド 220mm ファン、フロントにケース付属の 420mm ファンという構成で組み立てしていくんですが、デイジーチェーンだけど配線地獄です。マザーボードのファンや RGB ピンヘッダーの数が多くないと厳しいかも。こうやって繋ぐことで配線の最終的な本数は削減できるものの、ハブなどはついていないので今回の構成では結構な本数をマザーに繋ぐこととなりました。ファンの接続が特殊コネクタなのがネックになる場合もありそう。でも、見た目を良くするならできるだけ隙間をなくしたい。ってなる人はマザーボードのピンヘッダー数を確認した方がいいです。今回使用する CPU は AMD Ryzen 7 7700X。現在の販売価格は 43,000円ほどなんですが、7800X3D の価格がバグっていてプラス5,000円ほどで購入が可能なので、ゲーム用途で予算の余裕があるならそっちの方がいいですね。そしてマザーボードはアスロック D650E スティールレジェンド Wi-Fi ATX サイズのマザーボードとなります。AM5 マザーボードで黒とシルバーを基調としていて今回のケースとの相性もいいです。ファンコネクタや RGB のピンヘッダーの数も多いので今回のような構成では組みやすくておすすめです。ストレージはネクストレージの全 4TB SSD を使用。この SSD はセール時に安くなってることが多いので割とおすすめかな。注意点としては、チップが両面実装なので、マザーボード側に高さを合わせる固定用のゴムなんかがついてるときは外した方がいいかも。あれがあると結構反ったりすることもあります。メモリはクレブクラス XR5RGB 16GB×DDR5 6200MHz、 白と黒のパンダカラーのメモリで、 RGB 部分の形状も結構特徴的。楕円状の輪になっている部分が光るんですが、光り方は優しく光る感じ。今のところこのメモリでは相性問題が出たことはないので使いやすくて重宝しています。 CPU クーラーは LS720 ホワイト、こちらもディープクールの製品で、ケースに取り付けたファンと同じ 120mm ファンを3枚採用しています。ファンは数珠つなぎができるデイジーチェーン方式なんですが、余ったケーブルがこうやってダルンとしてしまうのがちょっとカッコ悪い。もう少しタイトに作って欲しかったんですが、このファン安いのであまり文句も言いづらいですね。デイジーチェーン仕様で3枚セット、なおかつ白くて光る。それでいて4780円なので文句を言ったらバチが当たるんじゃないかってくらいお買い得なファンです。ここまででマザー、ケース、簡易水冷の準備ができたので本格的に組み込み、ケースの中は広いのでマザーボードの組み込みや配線作業はとてもやりやすいです。36mm 簡易水冷のラジエーターも位置の調整が可能なのでスペースは余裕。グリスにはいつもの SMZ01R、Ryzen CPU は基本オンチ盛りでよろしいかと思いますわ。あとは簡易水冷のヘッドの取り付け、なぜかクリーチャーが映っていたので、ネジ止めシーンは大幅カット。電源はディープクール、PX1000G。RTX 4000番台などで重宝する PCIe5.0 に対応した電源で、12V ハイパワーのケーブルが付属するモデルとなります。12V ハイパワー、今回は使わないんですけどね。今回は手持ちの都合で黒電源を使用していますが、今回の構成で組むなら白をチョイスした方が間違いないです。容量も 850W あれば足りるので、アップグレード前提でなければここで若干予算をカットできますね。ここまで来たら組み立ても終盤、GPU を組み込んで配線作業をすれば完成です。今回、GPU は縦置きで設置。このケースのいいところはライザーやブラケットも付属しているという点。これはありがたいですね。GPU の組み込みが完了したら組み立ては終了。ディープクール、モルフェウス。白くて可愛い PC、完成しました。
ということでざっと組み込んでみましたが、白いおしゃれな PC が組み上がりました。こうやって見るとマザーの黒がいいアクセントになって締まりのある PC になりましたね。反省点としてはケースの配線も白いので、電源は白いものをチョイスすべきでした。ケースのケーブルは黒だと思っていたので、これでいいかと思ってたんですけどね。ちなみに同じ容量で白モデルは1000円の価格アップのみなので、新しく購入するならこれをチョイスした方がいいでしょう。また、今ある黒い電源を有用したい。って方は、故障リスクはありますがこういった延長ケーブルを使用するのもありですね。まあ、反省はこのくらいで、このケースの特徴や、組んでいて感じた部分をお話ししていきましょう。はじめにこのケースのデメリットからお話ししてしまいますか。私が感じたモルフェウスの危ないはこの3点。よく聞け。まず、大変なのが重量。このケース、金属を惜しげもなく使っているので剛性は高いけれど、15.5kg とどえらー重いです。腰をやらかす可能性あり、お気をつけ。てナインさんネタは今はもう古いか。まあ、冗談抜きに重いので気をつけてください。大きいという部分に関しては、これは拡張性の高さにも直結するので、人によってはデメリットにはならないかな。次はちょっと怪我するレベルなんですが、特にトップのパネルが硬いんですよね。かなり力を入れて上に引っ張らないと外れなくて、開閉の代償として爪が心理の扉に持ってかれそうになりました。ネジで固定もされてるからもうちょっと緩くてもいいと思うよ。最後はネジ固定が多いという点ですが、例えばこのケース下部のファン取り付け部分、合わせてネジ7本で固定されているのですが、一部は爪でも良かったのかなとは感じます。まあ、この作りには理由もあって、このケースは分解することで3種類の方式に変更できるんですよね。なので、いろいろ組み返したいって人にはデメリットにはなりにくいとは思います。では、次は良かった部分も見ていきましょう。良かったと感じる部分はこの4点。拡張性が高く、ケースが大きいので組み立ては非常に簡単でした。まず、拡張性という部分ですが、このモルフェウスは付属のパーツを使用して自身で組み替えを行うことで、ケース内部のトランスフォームが可能です。2種類のシングルチャンバーと1種類のデュアルチャンバーの切り替えができるのですが、自分の好みのレイアウトに変えられるのは非常に面白いなと感じました。最近主流になりつつある電源をマザーボードの後ろに配置するデュアルチャンバー方式にもできますし、付属品に GPU 縦置き用のブラケットと、PCIe4.0 に対応したライザーケーブルまで付属します。これ、買うと結構高いのでありがたいですよね。こういうパーツまで付いていると考えると、価格的にもこのくらいはするよな。で仕様にはなっていますね。個人的には3万までに収めて欲しかったですが、高いのには高いなりの理由がありました。今後も発売されるであろう大きめな GPU にも対応していますし、フロント、トップ、ボトム、サイドの4箇所は 420mm までの冷却システムが搭載可能なので、今後役に立ちそうなケースだなと感じます。また、今回は簡易水冷で組み立てをしましたが、シングルチャンバーであれば大型空冷のアサシン4も搭載可能なので、大型空冷で組み立てたい方にも向いていますね。GPU はシングル、デュアルどちらの方式でも縦置きは可能なのですが、ブラケットをケースに先に取り付けてしまうと、ネジを締めることができないので、ブラケットは GPU に先に取り付けてからケースに組み込んでください。ここら辺の組み立て方法は、メーカーホームページに記載されている動画が一番わかりやすいので、この動画を見ながら作業するか、予習してからの組み立てを推奨いたします。ディープクール。製品ごとに組み立て方の動画を出してくれるからわかりやすくてありがたいんですよね。ちょっと話がそれましたが、組み立てに必要な付属品はしっかりと入っていました。そして組み立ての難易度も組み替えをしなければそこまでは高くない印象。ケース内部がかなり広いので、ケーブルを挿すのに狭いこともありませんし、私のようなクリームパンのようなお手手でも作業性は高かったです。小型ケースに詰め込む方が大変だし、本格水冷でもやらない限りは楽に組めると思いますよ。良かった点最後はケースの USB の数が多いという点。てか、これが一番良い点かもしれない。結果的に配線は多くなりますし、マザーボード側に USB3.0 のコネクタが2つ必要になりますが、ケースフロントでこれだけ多くの USB が使用可能になるのは魅力的ですね。これ、嬉しい人は多いんじゃないかな。他にはソフトウェアで設定は必要ですが、CPU や GPU の温度や使用率が見れるデジタルディスプレイを搭載していたり、3.5 インチのストレージが2台と、2.5 インチのストレージが1台搭載可能なベイもしっかりとついています。2.5 インチはケース裏にも2台搭載が可能なので合計3台積むことができますね。ケースがかなり大きいので、3.5 インチをあと2枚くらい積めたらよかったのですが、ないものねだりをしても仕方ないですね。では、最後に温度検証をしてまとめに入りましょう。今回はこのような構成となっているのですが、この構成での実際の使用を想定した4つの項目で温度検証をしていこうと思います。検証項目はこんな感じ。今回の構成ではどのくらいの温度になるのか、確認していきましょう。
まずはアイドル時、何もしていない場合の温度はこんな感じ。まず、CPU の温度ですが大体37度から40度付近をうろうろとしていました。ケースファンもゆるっと回っているだけなのでとても静かですし、このくらいの温度であれば全く問題はありません。メモリ、SSD、GPU などの温度も30度台なのでシステム全体の温度も問題ないですね。では、これを基準として、次は動画視聴時、ブラウザで YouTube を視聴してみました。この時の温度はこんな感じ。動画視聴時の CPU 温度はだいたい40度付近。GPU も40度付近とこういった作業では一瞬温度が跳ねることはあっても基本的に低い温度で推移しています。動画鑑賞程度の用途では温度を気にする必要はないですね。音もかなり静かです。今回の測定はゆるっとファンを回す制御にしているんですが、ファンが低速の時の動作音はとても静かでした。ガラスパネルやメッシュ仕様の PC なので静音性も気になりますよね。いろいろと試すと面白いかも。次は CPU 高負荷時、Cinebench R23 を使用して計測してみました。結果はこんな感じ。ここで確認すべきは CPU 温度と動作クロック。Ryzen 7000シリーズでは PDO2 という機能が備わっており、冷却に余裕がある場合は自動的に OC をして性能を上げてくれます。全コア 5.2GB で動作しているんですが、温度はだいたい95度程度。これは制御されての95度なので問題はありません。ちなみにファンは簡易水冷のポンプ以外は約 800rpm で固定しているので、この状態でこれだけクロックが上がっているなら冷却は優秀ですね。では、最後、実際のゲーム時の温度も確認してみましょう。今回はパルワールドを使用し、ゲーム開始から15分後の温度を乗せてみました。ゲーム時の CPU 温度は最大でも70度程度、GPU の最大は59度程度でした。冬場で室内が20度程度ということもありますが、全体的に全く問題ない温度。メッシュなので風抜けもいいですし、しっかりファンをつけてあげれば大型ケースなので熱はこもりにくいので、夏場でも問題なく運用できると思います。そして今回の構成では重いと言われているパルワールドも、ハイパー RX を使用すれば最高設定でヌルヌルプレイができたので、重量級ゲームも楽しめるのでおすすめです。ディープクールモルフェウス、正直大きくてクッソ重いケースではありますが、今後発売される 420mm の大型簡易水冷なども搭載できますし、GPU も最大 480mm までとかなり大きなものまで搭載できるので、設置スペースが取れる方にはいいんじゃないかなと思います。ちょっと長くなってしまったので今回の動画はここまで。PC の構成は概要欄に記載しておきますので気になった方はチェックしてみてください。では、いつも見ていただきありがとうございます。それではまた、バイバイ。いやー、動画作り直しはきついね。3本作り直しとかしねるわ。